皆さんこんにちは。今回は予約商品のご紹介です。2023年12月6日入荷予定、田中ワークスペガサス2ガスガンシリーズ、コルトシングルアクションアーミーセカンドジェネレーション7と2分の1インチブラックヘビーウェイト、騎兵向けモデルキャバルリーが待望のヘビーウェイトモデルで登場。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。全長332mm、 重量 920g、 装弾数25発、使用材質ヘビーウェイト樹脂プラス亜鉛ダイカスト、単発発射のみのガスリボルバーになります。実銃のコルト SAA は今から150年前、1873年に製造されたモデル。アメリカ西部開拓時代を象徴する銃、コルトシングルアクションアーミーです。何度かの生産中止や仕様変更はありましたが、45ロングコルト口径はピースメーカーの愛称で呼ばれ、現行品としてコルト社で民間にも販売されている息の長い銃です。第二次世界大戦での一時生産中止を受け、1956年に生産を再開してから1974年までの期間のモデルをセカンドジェネレーションと呼びます。最初期型のファーストジェネレーションの黒色火薬モデルと比較すると、シリンダー固定用のベースピンがファーストジェネレーションはフレーム前方から1本でネジ止めされているのに対し、フレーム左右からのネジとナットでの固定になっている点やエジェクターロッドヘッド部分が円形と半月型などの外観の違いもあります。田中ワークスペガサス2ガスガンシリーズ、コルトシングルアクションアーミーセカンドジェネレーションは騎兵向け約 7.5 インチモデルのキャバルリーが待望のヘビーウェイトモデルで登場。もともとの ABS モデルでも重くヘビーウェイトモデルに間違えられるほどの重さだったものが、さらに重量がアップしました。それ以上にヘビーウェイト樹脂になったことでブルーイングが可能になった点も見逃せません。模型パドック販売価格は39,280円税込み。さて、いかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回は2023年12月6日入荷予定、田中ワークスペガサス2ガスガンシリーズ、コルトシングルアクションアーミーセカンドジェネレーション7と2分の1インチブラックヘビーウェイトのご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。